さあ皆さん、方角行ってみたいと思います。今日の長文は会話長文。その中に皆さん、空小習問題12問ございますので、これを全部行ってみたいと思います。では、頑張りましょう。さあ皆さん、設問指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、空欄17番でございます。こちら選択肢6つの中から新しいもの、1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これ空所の前後で電話の話をしておりますので、これでいけそうですね。ですから一発で6番ですよね。もちろんハングアップは電話を切る。ですから、なんで電話を切らないの？遅れるよって言ってるわけですから、ジェインさんは電話を切ってほしいんですね。ですから正解は6番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所18番お願いします。皆さん、これ空所の左側に行くという話がありますね。皆さん、それと言い換え可能な選択肢がありますよね。もちろん正解は5番ですよね。皆さん、hang out の out の部分ですね。外へというところから hang out、行くということでよろしいかと思います。ただもし皆さん5番を知らなければですね、この空所18は一旦保留で、この問いの22番まで決めてからですね、後で戻ってきていただいてもよろしいかと思います。まあ、ひとまず空所18番は5番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所19番お願いします。皆さん、ヒントは空所右側のこれですよね。Any ideas? つまり考えの話をしておりますので、正解は2番ですよね。つまり考えを思いつくという意味の表現でしたね。ですから考えということで言い換え可能ですね。よって19番には2番が入ります。さあ皆さん、続いて空所20番お願いします。皆さん、おそらくヒントは空所の左側ですよね。皆さん、extravagant。大げさすぎることは計画しない方がいいですよ。で、皆さん、その大げさな話が具体的に書いてますよね。まあ、馬にあって登場という、まあ、そんな話ですね。ですから、この防線部とこちらの防線部が言い換えられているということは、この波線ですね。計画しないでね、というのが、このあたりに入ってくるはずです。ですから、正解は4番ですよね。うにゃうにゃを取り除くと。ですから、こういう大げさな考え方を取り除く。つまり、そういうことを計画しないということで、言い換え可能ですね。ですから、空所20番には4番が正解ということで、よろしいかと思います。それでは、続いて空所21番お願いします。これは空所の右側にひどい風という話がありますので、正解は1番ですよね。カムダウンウィズで風を引く。ですから皆さん、風の話がしっかりありますので、1番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、最後、空所22番でございます。皆さん、残っている選択肢、この3番しかないんですが、念のため確認をお願いします。で、皆さん、これ空所の右側に人がいますよね。で、もちろん選択肢の3番、get along with 人。人とうまくやっていくという話ですので、問題ないかと思います。さあ皆さん、続いて空所23番でございます。皆さん、ここから選択肢変わってますからね。ひとまず検討をお願いします。皆さん、ヒントは空所の左側のこの your、イタリック体になってますね。つまり、それだけ強調しているというサインですね。あなたのお母さんですよ、と言ってるってことは、私のお母さんではないんです。あなたですよ、というふうに言えそうな選択肢見つかりますね。もちろん5番ですよね。あなたのお母さん。つまり私のお母さんではないので、コメントなんてできませんよ。という話でバッチリですね。ですから空所23番には5番が正解ということでよろしいかと思います。さあさあ、続いて空所24番お願いします。皆さん、これ空所の左側にですね、10年間結婚をしていると。ですから空所の右側には10周年記念ということですね。で、もちろんプラスの価値観を持つ表現が入ってきそうですね。ですから10年間という長期間にわたってプラスの状態。ですから4番が良さそうですね。結局のところ、worked out、うまくいってるということですね。つまり来月には10周年をお祝いできるということは、うまくいってると言い換えることができますね。ですから空所24番には4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所25番お願いします。これは文頭に to be honest、不定詞だけポツンとあるだけですから、SV を補う必要性がありますよね。
ですから6番余計なものがついていない I don't know SV ですね。文法的にバッチリでございます。ですから空所25番には6番を入れて正解です。さあ残り3箇所でございます。テレさん選択肢も残り 1,2,3 だけですからね。ということで次は空所26番お願いします。テレさんちょっと先に2番を見ていただけるとよろしいかと思います。もしそれをこの空所に入れるのであれば、この that time、それが指すものがありそうですよね。ただ皆さん空所26番の上を見ていただいても、そういう表現がなさそうですね。テレさん続いて選択肢の3番、文頭 but が書いてますね。テレさん but の右側見ていただきますと、皆さん肯定文ですね。ということは皆さん but の左側には否定文が来るはずですよね。ですから皆さん空所の左側には yes。肯定されておりますので3番もダメそうですね。ですから空所26番には1番が入りそうですね。そうすると皆さん今度は空所27番どうでしょう。もちろん空所の左側には never 否定語がございますので正解は3番ですよね。ですから空所27番に but を入れていただけると左側否定で but の右側肯定前後は反対でございますのでバッチリです。そうすると皆さん空所28番には残りの2番入るはずですが念のため確認をお願いいたします。皆さんこのあたりがつながりますよね。そうです、この時間その時間と書いてますね。しっかり時間に関して言い換えられておりますので空欄28番の正解は2番ということでよろしいかと思います。それさあお疲れ様でございました。皆さん会話長文空手補充問題12問全部やってきましたが、何か特殊なやり方をやってたわけじゃなかったですね。この法学部以外の動画でも再三お伝えはしていますが、これですよね。言い換え可能な表現を探し出してるだけですよね。ですが思い出していただけると嬉しいかと思いますが、こういう電話の話がありましたので、正解はハンガーアップ。これでしたね。ですから電話つながりということでよろしいかと思います。そして別の設問であれば、4 years。それを受けて that time。ですからこれですよね。ニアリーイコールの関係を探し出せば正解はおのずと見つかりますので、引いてはそれが合格につながりますからね。引き続き言い換え可能、これを意識してください。